未来の主役、地球の子供たち。今日はボクシングに夢をかける大分の少年です。この番組はアシュランの提供でお送りします。大分県中津市、宿題に悩むのは小学5年の利光流星君。得意なのが小学1年から始めたボクシング。きっかけは元プロボクサーの父の存在だ。流星君が日頃の練習に取り入れているものがある。それは当てないの？当てないの？マスボクシングっていうパンチを当てない中競技です。マスボクシングとは、試合をイメージしながらパンチを繰り出すも相手に当てず寸止めで行うもの。去年初めて競技化され、流星君は全国チャンピオンになった。当たらないパンチを避けたり、そういうのが難しい。そして流星君がボクシングと同じくらい好きなのがこれ、爬虫類。何か爬虫類にまつわるボクシングの技があるんだって。トカゲステップとカメレオンパンチです。おお、これがトカゲステップか。早いね。おお、出た、カメレオンの下。素早いパンチだ。この日は大人たちに混じっての練習。マスボクシングのスタイルでスパーリングを行うことに。しかし流星君、ファイターのスイッチ入っちゃったかな。当てちゃダメよ。そうだよ、当てちゃダメだよ。当てちゃダメなんだって。ああ、当たってる、当たってる。気持ち入っちゃったんだね。ただやる分やればいい方がいいね。もう興奮したんだろう。喧嘩前よ。いつも強い気持ちでボクシングに打ち込む流星君。夢はボクシングで世界チャンピオンになって爬虫類の研究の仕事に就きたいです。